スーパードンキーコング2続きやっていきます。回転サルサ、タルサン橋、からやっていきます。はい、ワールドがこれ3に入ったっていうことでね。で、残り10機しかないっていうのもなかなかしんどいんだけど、しっかり、あーなんだこれ、新たな要素だぞこれ。4、3、2、あー時間で動くんだ。なるほど。これ3つ取って、あ、ここでも自由に動かせるね。はいはいはい。ああ、倒した。なるほどね。時間制限なるタルト。で、これは？これはまあ普通に無視でいっか。別にこっちを向いてくるわけでもない。はい。3、2、1、はい。うん。まあ、これ普通に。おお、ここでいいよね。で、8はしっかり避けて。これ。できれば、倒して、OK。しっかりこれバナナ回収をすることで。はいはいはい。これどうやって、で、王をゲットする、まあ、無視でいっか。2、1。はい。2、1。2、1。2、1。2、1。2、1。横。でいいよね。はい。で、おー、なんかバナナ。危ねえ、バナナからの8。これは2、1。これ、うわ、マジ、そういう感じなの？まあ、一回上にぶん投げるっていうのが良かったか。はい。2、1の、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 これは横。これ、あ、マジか。あ、なんかでも。ちょっと待って。ちょっと待って。待て待て。上投げて、で、これ、多分こうして、2、1の、これでいけるはず。オッケー。バナナ取って、いや、バナナマジで大事だな。3、2、1、1回、斜めかな？あぶね。3、2、あ、なるほど。A を押すと、普通に自分で、あれだ。自分で発射することもできるんだ、任意で。ここは大丈夫か。今のところ、あれか、大砲の弾があればっていう感じだったか。まあ、これ、このまま行って、あ、サイがどっかにあったのか。で、危ない。危ねえ。普通に危なかった。アリを投げてくる。ほんとあれ取りたいけどな。どうやって取るんだろう。待て待て待て。危ない。いや、まあ、それはちょっと。まあ、結構難易度高いよね、やっぱり。他の横スクアクションのゲームに比べたらさ。まあ、一機は増えましたが、どっかで、あ、ちゃ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 、無限ワンナップをしないといけない気がするわ。まあ、それができるところがあるかどうかはわかんないけど。もしくはバナナコインでも普通に、なんか、機数増やせるみたいだと思うので、これちょっと特殊だよなぁ。で、はいはいはい。なんか、笑い声が聞こえたけど、これ普通に右でいいわ。これで OK。ここ一発で、危ね。違う。
あ、でもこれぶつかって、え、ぶつかってバナナ、これ無限ワンナップじゃない、ほら、あ、すごいじゃん、倒した。へえ、今のいいね。ちょっと待って、これ全力かな。うわ、危ない、蜂が出てきてた。あ、そういうことね。はいはい、あ、 K と G だけだった。おお、マジか。合わせる合わせる合わせる、 OK。 で、普通にタルー、あ、危ない。ん、あー、はいはい、あ、だ、すっくこれあれやな、あ、ちゃ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 、いや、これミス、あ、危ね、あー、そういう感じでもいいのか。あー、これ真下だった、真下に行くんだ。一回上行って横、まあバナナゲットでいいでしょう。 OK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 、 とりあえずこの3の1ステージはクリアと。それから左、暗闇ダイビングだけど、ちょっと待ってよ、これさ、どっかに、え、これ戻れない、もう、あ、ちゃ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 、ちょっと待って、あー、戻れた。あ、これワールドって戻れんの。あー、なんか戻れんっぽい。まあいいや、じゃあ行くしかない。暗闇ダイビング行きます。いやー、この水中ステージ難しいよね。どの作品もそうだけど。マリオとかでもそうじゃんね。水中ステージって難しいもんね、基本。おー、提灯あんこが助けてくれる。これ上行こうか。とりあえずこれで9機になった。お、バナナがある。あぶな。しっかりここ避けて。で、あのバナナコインとかどうやって取るんだろう。上。バナナコイン結構大事だと思うんだよな。で、K がある。まずは K をゲットして、あーもう、それ難しいな。OK。ドンキーコングじゃん。DK の樽があるんで、それを取って、ディクシー復活。上に行く。あー、マジか。タイミングミスったなぁ。これは勢いをある程度つけていって、さ、10機になった。これ上で逃げる。まあ、O があったけど、これ無視だな。受けて、嘘でしょ。まあ、もう普通に行っちゃおうか、この辺も。なんかあるかもしれんけど、これは上で避ける。よし。さあ、こっからだな。で、ここ避けて、まあ、下がセオリーな気はするけど、あーっと、危ない。よし。で、あいつも避けながらだから、まあ、こっちから行った方がいいかな。上からの、左。まあ、いいでしょう、こっちでも。どこに行けんの、これ。これどこ行けんの？ここは行け、左行けなかったな。OK、中間。これでかすぎる。
まあもう死ぬつもりはないんだけど、このまま、あ、で人手が多分これそうだよね、普通に来るんでこれを避けて人手マンを避ける、避ける、いいよ、はい。まあ O は見逃したけど N はしっかり取った。これ避ける、危ない、これ危なかった。うわマジで危ない。よしよしよし、さあそろそろ G があるんじゃないか。いいよ、下で避ける。まあここ下から上上がっていって右、どっち行けばいいんだこれ。左、左か右か、セオリーは右だと思うけどな。 G があった、これも3つ下降りて OK。 うんで一発、あーくそ当たったか。あーそこにあった、うーわ気づかんかった。ちょっと一発で超えれんかったの悔やまれるわ。まあ、ただここでまたバナナを回収していけば奇数はそんなに減らさずに、いけると思うので、うん、ここでまた9機になるで N 回収で上で避ける、下避け、横避けからの、うわそこか、今んとこむずいね。はい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 、スルッと抜けて、お避ける、上逃げ、できれば DKDD 復活させたいんだけど、いないか。頑張って G を取る。ここだよね。危ない。あ、行ったかな？上、OK。待て。何してくるかわかんねえな、こいつ。よし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 。あ、そこにあれあったか。タルが。まあ、とりあえずクリアだ。で、リンクリの学校、あ、ここ。あれ？何が進んだこれ。ん？あ、違う。あ、ワールドサンドボス、あれ？なんかアイテム変えなかったっけ？風船。風船変えたと思うんだよな、どっかで。フライト2。ドロドロクロコジャンプ。まあ、もう行くか。なんかあったと思うんだよな、どっか。うわ、こいつは。危ない。まあいいや。これ何？捕まって？おー、なるほど。先端のあの色はなんだ？これ投げる。あー、残念。はい。捕まる。これ難しいね。こうして。うわー。樽があることを祈って、くっそ、マジか。あー、殴ってくるぐらいなんだ。なるほど。いや、その落ち方は嫌だわ。
いや、ちょっと地味にむずいな、これ。オッケー。桂取った。危ない。よく。よく行ったな。よし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 。ほい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 。素晴らしい。いや、その落ち方マジでやめてほしいわ。普通に残り5機なんだけど。これまずいな。ここで終わっちゃう可能性がある。冷静に。オッケー、倒して。ちょっともう K 取らんくていいか、これ。リスクなることを、避ける。オッケー。本気を出す。はい、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 はい。危ない。おお、なんか倒した。これは、オッケー。で、上。なるほど。こういう感じか。で、浮いてる時がこのぐらいあると。はい。いや、これは多分、経由しないとダメだよね、トンボくんを。オッケー。これもそうか。オッケー。中間でかい。よし。あ、もうこれ左いけねえんだ。てか、雲ゲットできたんだ。そうですか。なにこれ。今の何だったまあいいや。え、これ。そこ通ると、クロコダイルが出てくるんだ。なるほどね。で、どんぐらい？あー、まあ、こんなもんか。いや、これ、ここまで来たらもう、クリアしたいな。よし。ここに出てくる。今、N 無視。あー、マジか。結構時間的にシビアだね。今んとこ。今んとこに行くまでもまあまあ大変っていう。倒す。ほい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 。ギリギリ。ギリギリだった。もうこれ。間髪入れずに。オッケー。なんかゲットしたぞ。カメラみたいな。いや、それ、むず。クロコダイル出していかなかんの。いや、今のとこマジで言ってんのか。それはちょっとびっくりだな。いや、さっきのとこも結構むずかったけどね。はい。あ、これ倒せない。あ、倒した。ここでしょ？あ、オッケーオッケーオッケー。で、これ上。間髪入れずに。入れずに。オッケー。ふぅ、一回落ち着いて。いや、出ない、出ない、出ない。もうちょっと下からか。いや、もう普通に難しい。これ多分下から行くべき。マジで行ってる、それ。しょうがない、もう。頑張れ。そうそうそう、あっぶんな。ゴールかな。いや、もうこれもう普通にさ。うわあ、やっちゃったー。もう普通にゴールすればよかったわ、マジで。いや、全然難しい、このステージ。大人の難易度だもんね、これ。チャン、チャン、チャン。普通にむずいんだよな。基本を、
だいぶ難しく作ってる感じがすごいするわ。そう、こういうジャンプとかね、基本的なことを、いやもうそれやめてほしいマジで。さあちょっと奇数がなくなってきたのがすごい気がかりなんだけど、まあここで終わったら、まあちょっと奇数増やす作戦に、まあ、出るべきだとは思うんだよね。いや普通にマジで難しい。ここは届かんかった。まあいいでしょう。ここはもう越えれる。 OK。 こっからだな。ここ越えて、でここがちょっと下から、やべ、うわなんとか倒した。あだったらちょっと待って、出るよね。あぶね。よしよしよし、見えた見えた見えた。あーもうこれはもうクリアだ。オーケー、よかった。とりあえずここは突破したけど、これ次ボスじゃないもんね、さすがに。小屋だ。あ、ここで買えるか、もしかして。物置小屋に閉じ込められる。どのネタを、いや、全然。ちょっと待って、風船買えなかったっけ？これ風船買えた気がすんだよな。クラッパの見張り小屋。何これ、コインコイン、クレームコインが大好き。ここを通りたかったら俺様に15枚。本気でここを通りたい。ミニゲームで勝ったら通してやってみよう。クランキーパンチをぶち込む。いやー、さいなら。ちょっとここはリスキーなんで。てか風船増やしたいんだけどな。ラトリーに大変身。ラトリーに大変身。どうしよう。これさ、ワールドマップに戻れるかだけ調べていいか、これ。なんとですね、この3の1の回転タルサン橋、ここでなんか無限ワンナップできるみたいなんですよ。ここの多分こいつが2匹出てくるところで宝箱を出してくる。その宝箱に風船が入ってるみたいなんですよ。それやろうか。なんでまずそこまで行きましょう。あ、ここだな。どうやらここです。ここでアリを、アリが出てくる。あ、投げてこないか。もしかしたらスーパーファミコン版だけとかの可能性があるんで、これ GBA 版なんで。あ、なさそうだな。これだ、これだ。なんかワールド移動できたわ。ヘリコプターで、戻れるね。これ、売店なかったっけ？はい、ちょっとね、無限ワンナップの方法を編み出したので、これやっていきます。まず、この溶岩クロコジャンプ。に入って、
ディディかディクシー持ちます。で、ジャンプして上に投げて、左上に乗る。左上に乗ったら、この、宝箱を持って、投げると、はい、2機増える。で、これで、スタートセレクトで戻ると、奇数が増えたまま、もう一回入ると、こういうこと。こんなんできちゃうんだい。知らんかった、これは。これ、まあ、持った状態でそうだよね。で、これで戻ればいいもんね。いや、これは最強でしょ。まあ、ちょっとこれである程度まで、奇数を増やしちゃいましょうか。うん。っていうところで、今回はここまででいっかな。まあ、ちょっと時間的にもあれなんで。これでいけるもんね。こうして OK。いや、これはすごいわ。革命が起きてるよ。まあちょっとこれで、次回までに、まあある程度。で、ちょ。まあ次回までにある程度上げときます。奇数を。